横浜博覧会は1989年に神奈川県横浜市の横浜港未来21地区で横浜市政100周年横浜港開港130周年を記念して開催された博覧会。1980年代後半の地方博ブームにおける都市博覧会の代表例横浜博とも呼ばれる。 1989年3月25日から10月1日の191日間に渡り開催。横浜港未来21地区のお披露目となった。会場面積は69ヘクタール。埋め立て地の大規模再開発地区で町開きとともに地方博覧会を開催するという手法は、1981年にポートアイランドで開催された神戸。 ポートアイランド博覧会に習ったものである。マスコットキャラクターの、ブルアちゃんは、手塚治虫がデザインした。ブルアちゃんのキャラクター商品の売り上げは20億円以上に、達した。来場者数は1333万人7150人。自家用車でのアクセスは、パークライド方式が採用され、会場内に駐車場はなく、各駐車場と会場を結ぶシャトルバスが運行された。 大黒町駐車場、新本牧駐車場、新横浜駐車場の3カ所と予備の末広町駐車場が設置された。横浜駅周辺や横浜港の大動脈でもある国道133号の交通渋滞が懸念されたため、広告やテレビ CM などではマイカーで会場へは入れませんと告知され、公共交通機関の利用が進められていた。 自家用車での来場を控えるよう呼びかけられていたこともあり、8月の台風により客足が伸び悩んだ。そのため、会期末の9月の1ヶ月間だけで挿入場数の3分の1が集中することとなった。会期末の9月に入ってから、動員目標の1250万人に届かせるため、無料招待券を配布するなどして、数合わせをしたことで知られる。パビリオン感謝デーとして、 無料招待券の大量配布を行った。特に、企業券のシューマイ弁当を購入すると、無料招待券が1枚もらえたことは有名であった。その他、65歳以上の高齢者に対し、無料招待期間を設けるなどした。横浜臨港線を走ったレトロ超機動車横浜、博覧会で使用されたゴンドラ、港未来地区25街区横浜ランドマークタワーの場所にあった。 港未来地区43街区、神奈川大学港未来キャンパスプライムギャラリー、港未来と46街区の南側横浜ブルーアベニュー、横浜ノムラビルの場所にあった。港未来地区19街区臨港パークの潮入りの池をまたぐ橋の両端から沖に向かって桟橋が設置されていた。またヘリポートは臨港パーク駐車場の場所にあった。 港未来地区39街区、MM タワーズ、40街区、MM タワーズフォレススの場所にあった。相模鉄道のグリーンバックスもと、横浜博覧会、シャトルバス塗装横浜市内の路線バス事業者によって、会場と鉄道駅や駐車場を結ぶシャトルバスが運行された。横浜駅西口、ゴンドラゲート間を結ぶシャトルバスが運行された。運行事業者は、以下の通り、 総鉄と京急では、横浜博覧会のために新車を購入し、博覧会のコンパニオンの制服に似せた、共通の専用塗装を施した。横浜市営バスは、青色基調の塗装を採用し、既存車両を塗り替えて使用した。いずれも、イエス89のロゴと虹色のストライプ、ブルアちゃんが描かれていた。横浜市営では、他客時の増発便に、 一般塗装車も投入した。シャトルバス専用車両は、相鉄では、博覧会終了後も塗装を変更せず、博覧会ロゴとキャラクターのみ消した上で、統一広告車用、グリーンバックスとして廃車まで使用していた。京急の専用車両は、博覧会終了後に、一般塗装に塗り替えられた。横浜博覧会協会により、ゲート間連絡バスが運行された。横浜市営バス、 本木営業所が担当。シャトルバス専用塗装車が使用された。会場内には駐車場がなく、パークライド方式を取ったため、駐車場連絡バスが運行された。貸し切り扱いで、駐車場利用者のみ、乗車か。横浜市営バスが運行担当。通常の路線バス車両が使用された。横浜市営バスでは、博覧会開催に合わせて、都心循観線を、 運行開始、博覧会終了後も Y ループとして運行された。また2階建てバスによる市内遊覧バスブルーラインも博覧会開催を機に桜木町駅発着に経路変更された。また5月14日15日には西ドイツのクルーズ客船オイローパが横浜港へ入港。大三橋、ゴンドラゲート横浜駅東口を結ぶ。 エウロパフリーシャトルバスが2日間限定で運行され、4月に配置された新車の貸切車が使用された。イベント放送局として ESFM が開設された。コールサインジョフス FM、周波数76、3MHz、出力 10W。免許人は、横浜博,博覧会協会、運営はパドが行い、現在のパシフィコ横浜の展示ホールがある場所に、 設置されていたベイリアスタジオから放送。番組制作はイベント制作も行う地元のアマチュアグループに委託。アナウンサー DJ は地域情報誌、パドで横浜市民から公募した。会期中の1989年3月25日から10月1日まで191日間、9時21時30分に放送。受信範囲を 会場内とその周辺に設定していたため、15分ごとに混雑状況、祭事、迷子、交通情報、天気予報などの会場内情報を伝える番組を編成。また選曲も会場のデザインコンセプトの一つであるサウンドスケープに順次耳障りに感じず聞き流せることを主眼に置いていった。横浜博覧会開催を記念した切手が、 開幕前日の1989年3月24日に発行された。切手図案には横浜美術館と歌川義虎による浮世絵、少女が描かれている。額面は当時の定型郵便基本料金料金である60円だったが、直後の4月1日に消費税が導入され、郵便料金が62円になったため、同一の意象で額面を62円に変更したものが、 同年4月18日に発行されている。発行枚数は、前社は2500万枚と当時の記念切手の発行枚数とほぼ同じであったが、後者は500万枚となり、発行枚数が5分の1であった。会期の全期間中に、横浜市を発売主体として、スクラッチ形式のイベントくじ、横浜博覧会記念ラッキー3が会場内で販売された。 宝くじの表面には、博覧会のマスコット、ブルアちゃんが描かれている。風船おじさんと呼ばれた、鈴木義和は、会場内に飲食店を出店していたが、博覧会、マスコット、ブルアちゃんの着ぐるみを着用して、会場アーケードの支柱に登り、立てこもり事件を起こした。ありがとうございます。